どうも、まずちゃんです。まだ待つまずえになりました。なんでかな？なんでなるのかな？次！消えた。ということで、私、人生7度目のまずまずえになりました。何があったか、まあお話をしたいなと思うんですけど、まずうちのおかんに伝えた時のうちのおかんの反応どうぞ。お母さん、多分私はやりました、足やりました。立てたの？いや、昔さ、こっちの足をひねった時に足離らしちゃってるんだって。特にね。だからちょっと緊急で病院に行ってきてもいいですか？なんかね、気をつけて。もうちょっと怪我が多い。はい、怒られましたね。はい、結構ガチでしっかり怒られまして。まず何があったかというと、ほんと昨日、企画でね、ファンの子と会ってたんですけども、まぁ、ちょっとね、企画が早く終わって、1時間ぐらいね、余裕があったので、まあ、みんなでね、アイス食べたりとかしてたんですよ。で、なんか鬼ごっこやろうぜ、みたいな感じになって鬼ごっこやってたんですね。その鬼ごっこしてた場所が結構芝な感じで、その芝のところで、じゃ鬼ごっこをしていたとこ、まぁ、そりゃそうですよね。結構な集中攻撃を食らっておりまして、ていたところ、あの芝に滑って足をくきってやったんですよ。でも狙われていたので必死こいて逃げていたんですよ。結構な痛さでオーマイガーみたいな感じの痛さってなんですけど、なんかまあこれはすぐ治ると、私は余裕だとできると、負けたくはないと思い、全力で追っかけたりとかタッチをしに行っていたんですが、でもね、その後にもまだお仕事がねちょっとあったので仕事に行ったりとかしてたんですけど、日曜日っていうこともあって病院もやってなかったんですけども、救急の方で病院を置かせていただいたところ、応急処置なので精密には検査することできないけど、骨はやってないけど、まあなんかやっちゃってるんじゃないみたいな、そんだけ痛かったらみたいな感じになりまして、で今朝もう一回病院に行かせていただいたんですけども、昨日はですね、もうがっつり固定の方をしてもらって体重かけれないようにしてもらったんですけど、今日はですね、ちょっともうすでにね、あのありがたいことに外していただきまして、感謝。めちゃめちゃ暴れないということを約束してきました。はい。何日後になるとか言われてないんですけど、全く骨に異常がないのはおかしいと言われ、今までの怪我の経歴をたくさん聞かれましたね。右も左も松葉杖をちゃんと経験したことがあるんですけども、左足を高校生の頃にくじいたことがあって、衝撃で、靭帯をちょっと伸ばしてて、その時からですかね、靭帯ゆるゆる問題。ちょっとのほんとくじきがすごい大きな怪我に私は繋がっちゃうのを、すってんころに忘れておりまして、で、はい、あの、なので、あの、骨ではなく靭帯伸び伸び問題ということで松葉杖が決定いたしました。おめでとう。やだよー。マジで聞く YouTube を撮らないと本当に結構ガチのピンチなんですよ。なのでちょっともしかしたらどっかしらね、あの足かばってたりとかする撮影があったりとかしたら本当に申し訳ないなというのと、本当にもう二度こそ絶対やらないと決めた瞬間でしたね。もうさすがにしんどいよー。おばちゃんはもう無理。人生7度目とかありえなくない？ちょっとすぐ心配をかけちゃってるかもしれませんが、全然慣れ慣れなので、もう本当にマジでびっくりするぐらい慣れてるので、まあ、なんとも思ってません。なんなら沈みもしません。むしろなんか、いや、まあ、そうなったぜ。いやーみたいな。服どうしようかなみたいな感じ。すいませんでした、本当に。ご迷惑、ご心配をかけしてると思うんですけども、まあ、気ままに元気にやってるので、よろしくお願いします。それでは、こちらの動画が良かったなと思いました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、まっちゃんでした。あ、ばい。取れるやつが。あ、もしもし。はい。あ、はい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 。ああ、なるほどですね。あ、OK です、OK です。じゃあ、はい、はい、はい、失礼しまーす。